中国新聞の加納と申します。すみません、広島市の松井市長が市の中心部へのサッカー専用スタジアムの建設を求める声に対して5月12官民の協議会を発足させようということをこの間の会見で、おっしゃいました。で、知事ともですね、1月のトップ会談で協議会を作ろうということで一致した経緯があったかと思うんですが、その後の進捗状況というのがお尋ねしたいのが一つと、であとはですね、県として今後この協議会というのにどういった形で関わっていって、どういった流れを考えていらっしゃるかということを、これが2点目です。で3点目がですね、一回切った方がいいですか。ちょっとメモりますね。進捗状況と、はい、進捗状況とですね、はい、まあ、知事優勝報告会の時に盛り上げをこう街頭に呼びかけるような場面もあったんですけれども、そうしたことも踏まえて今後県としてどういうふうに、対応していくかということ、これが2点目です。で3点目がこれは市の中心部の問題でもあるんですけれども、県の中枢というところの観点からも、まあ、球場跡地に、欲しいという声が一部あるのもよくご存知だと思うんです。でこうした声に対してはどういうふうに知事としてお考えかという、これが3点目です。よろしくお願いします。はい、進捗状況というのは市長から会見でご発言があったようなことで、まあ、5月中かどうかというのはまあ、多少前後あるかもしれませんけれども、いずれにしてもまあ、なるべく早くというか、そう遠くない時期に、協議会は立ち上げていこうということになっていると思っています。で県としてはですね、まあ、今般、このサッカーに非常に大きな盛り上がりもありますし、まあ、サンフレッチェはですね、まあ、県全体としてのまあ財産というかですね、というふうにも認識をしてますので、中国地方では G1 として唯一になるのかな、だと思いますので、まあ、そういうのも含めてですね、まあ、ある意味で言うと 中枢的なですね、まあ、何て言いますか、存在でありますから、そこに我々としても在り方関わっていくということはですね、必要なことかなというふうに思っています。で、まあ、たださっきちょっと盛り上げとおっしゃってましたけど、あれは盛り上げた球場建設について盛り上げたというよりはですね、やっぱり僕としてはそのファンの皆さんのというかサポーターの皆さんがちゃんとやっぱ球場に足を運んでいただきたいということをですね、申し上げたかったというかですね、そういうことでありますので、なんですが、で、で市民球場の跡地についてはですね、これはまあ跡地の議論ありきというよりは、やはりその新しいサッカースタジアムの、在り方がまず先にあって、でそれが場所がどこがいいのかということになるんじゃないかなと。で球場跡地問題としては今度は逆の側面で、球場の跡地としてはやはりにぎわいということを中心に機能面からまあ考えていく、まあ、これは機能面からというのは松井市長もおっしゃっているんですけども、そういうことでありますので、ちょっとそのアプローチが逆方向に、逆方向というか違う方向から入ってきているのかなと思っているんですね。でまあ、そういう意味では単純にそのサッカーの機能ということだけで言うとですよ、その他の機能がないサッカーの試合ということだけで言うと試合数も非常に少ないですから、球場跡地に今それがふさわしいのかということはですね、まあ、なかなかちょっと難しい問題もあるんじゃないかなと思います。ただそのスタジアムを検討する中で、まあ、その他の付加施設っていうか付加機能というものも、まあ、いろいろ言われているところでありますので、そういうことも含めて言うと、まあ、跡地の中に入ってくる来る可能性もあるということなんじゃないかなというふうに、理解をしています。なので、まあ、松井市長がおっしゃっているようにですね、まあ、一応その切り分けて考えて、
スタジアムの在り方から考えていったときにですね、もう一回そこに戻ってくるというようなですね、ことは、まあ、合理的な進め方なのかなというふうに思っています。先ほどのご発言の中で1点確認です。まあ、中枢的な存在でもあるので、サンフレとして、まあ、県として関わっていくことというのは必要だということをおっしゃってたんですけれども、そこで改めて確認なんですけれども、この今回の協議会にですね、県としてじゃあ具体的にどういうふうに関わるかというところで、何か今の時点で具体的なお考えがあるのでしょうか。県としては県道会の中に入っていくということになるとは思います。質問つきましたね。もう一人どなたかいご質問 ございました。読売新聞さん、すいません、読売の矢野です。各県の知事で瀬戸内のブランド推進連合が東京で会見はなさったかと思うんですが、ちょっと改めてですね、それにかける知事の意気込みと、どういうことを目指していきたいかっていうのをお伺いできますか。はい、瀬戸内海の道構想については、まあ、就任以来ですね、まあ、一歩一歩この前進めてきたというところがあるんですが、今般、7県の知事で、こういった連合組織を作ることができたというのは大きな前進だと思っています。これで広島県だけではなくて、7県が共同でこの瀬戸内の、この振興というか観光をその大きく進めていくということの体制が、まあ、できたわけですから、これを機にですね、さらに前進をさせて、いきたいなと。で、最終的にはですね、当初から申し上げているように、日本だけではなく世界の人がですね、何度も訪れて、見たくなるような瀬戸内海にですね、つなげていきたいというふうに思ってます。ちょっと関連でごめんなさい。知事は結構ブランドっていうのを大事にされてると思うんですけど、はい、それは何か理由があってのことなんでしょうか。そのブランドに対する認識、そうやって瀬戸内ブランドっていうものも含めて、はいはい、ブランド作りっていうのをすごくやってらっしゃると思うんですが、はい、そのあたりブランドの重要性というか、それに対するお考えを。まあ、ブランドっていうのはですね、まあ、これマーケティング用語ですよね。で、その要するにその認知をしてもらって選択をしてもらうにあたっての非常に大きな鍵になるものですね、ブランドっていうのは。まあ、それがあれば、あんまりこう細かく市のものでね、説明をしなくても分かっていただけるというか、イメージとして理解していただける、で選択をしていただけるっていう、そういうものでありますので、たくさんの人にやはり、来ていただいたりとか、あるいは瀬戸内なり広島のものを例えば買っていただくとかっていうためには、やはりこのブランド認知度ということがですね、重要になってくるというふうに考えています。ごめんなさい、別件ですけど、話が戻って教育委員会の関係なんですけど、今回出された提言は折衷案が正しいかどうかは、はい、もう少し考える必要があるとさっき、はい、述べられたと思うんですけれども、はい、なんか一部でその日本維新の会とかがですね、教育委員会の制度の改正法案みたいなのを出そうとするような動きもあるんですが、はい、そんな動きもある中でもう少し考える必要があるっていうのは、今は請求に決めるんじゃなくて、もっと議論を深めていくべきだという意味なのか、ここのもう少し考える必要があるの意味はどういう。私の評価を聞かれたので、僕自身の評価としてこれでベストだということなのか、それとも課題がどういうところにあるのかというか、まあ、要するにですね、今回の提言の課題なりですね、そのメリットというのがもうちょっと具体的にどうあるのかということが、私自身としてもですね、結論付けられてないので、それについて自分自身として考える必要があるということです。で、両極端なのが今機能しないんじゃないかなということは、これははっきりしているので、完全にだから首長の指揮命令系とかにおいて首長が責任を取るというのも、私はいかがなものかというふうに思いますし、その完全にそこから離れたような形に、まあ、今の形ですよね、になっているのも、まあ、いかがなのかというふうに感じているということですね。はい、はい、ありがとうございました。
今日はこれで指定で会見を終わらせていただきます。次回4月30日の13時半から予定します。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。